はい、こんにちは。バンクアカデミーの良平です。今日はこちらです。楽天リーベイツって実際どうなの使っている人の声が聞きたいという方にお話ししていきますね。リーベイツは聞いたことがあるけど、実際に使っている人はまだまだ少ないと思います。ただし結論としては、楽天ユーザーならリーベイツは知らないと損なので、メリットなどを丁寧に解説します。 僕も普段から愛用しているので自信を持っておすすめしますねこの動画が役に立ったと思ったらぜひいいいねをお願いしますそれでは早速見ていきましょうではこの最初のパートで楽天リーベイズとは という基礎知識をおさらいしますねこれはリーベイツのアプリ画面ですが楽天市場にないショップがたくさん並ぶポイントサイトだと思ってくださいユニクロやアディダス アップルなど普段使っている人が多いであろう人気のショップが色々ありますね。で、このリーベイツを経由して買うとこの通り楽天ポイントがもらえるんです。つまり楽天リーベイツは楽天市場にないショップの買い物でポイントがもらえるので楽天ユーザーは知らないと損だと言えます。これがリーベイツのサイト画面ですね。 一言で言うと、あの、楽天が運営するポイントサイトで、リーベイツを経由して、いろいろなショップでお買い物ができ、それぞれの還元率に応じて、楽天ポイントがもらえるというわけです。例えば、このアップルなら2%還元なので、5万円の買い物だと2%で1000円の楽天ポイントがもらえるイメージなので、お得に感じますよね。 この楽天リーベイツの仕組みはとっても簡単で、まず僕らユーザーがリーベイツを経由して各ショップの自社サイトに行ってから購入をします。するとリーベイツがユーザーを各ショップに紹介したイメージなので、そのショップからリーベイツに金額に応じた成果報酬が支払われます。そして僕らへのポイント還元はその成果報酬の一部で実現しているというわけです。 なので、ユーザーとしては楽天リーベイツを経由して各ショップで買い物をするだけなのでとっても簡単なんです。楽天リーベイツのポイント還元率は最大20%。 ショップだけでなく ANA や AirAsia など旅行予約でもポイント還元があります。アプリも使いやすいので普段の利用におすすめですね。概要欄にアプリのリンクを掲載しておきますのでぜひインストールしてみてください。 リーベイツのショップ数は600点以上とかなり豊富で普段の買い物で利用しているショップがあればラッキーですね。僕はアップルやアディダス、ユニクロなどをよく見ていますが、他の人気どころはここら辺のアイハーブやレノボ、リーボックや青木エクスペリア、ジーンズ、GU、このあたりですね。 例えば、ユニクロなんてね、もう結構買い物行くじゃないですか。その時に普通に買うより、リーベイツを経由してオンラインストアから買えば1%の楽天ポイントがもらえるので、これはとってもありがたいですよね。このように、普段の買い物の延長でポイントが貯まる可能性があるので、どんなショップがあるかは見ておきましょう。 はい、これで基礎知識は OK だと思うので、次のパートでリーベイツのメリットをもう少し詳しく見ていきましょう。では、このパートで楽天リーベイツのメリットを詳しく見ていきます。ポイント還元がリーベイツのメリットだと分かったと思うので、実際に買い物をしてみますね。 今回はこのアディダスをリーベイツ経由でオンラインショッピングしてみました。画像では5%還元になっているんですが、購入した当時は3%還元だったので、本当に購入額の3%がもらえるのかを確かめてみますね。それではリーベイツ経由でアディダスのサイトに行ってみました。こんな感じですね。すると、 5%ポイントバックの表示がちゃんとありましたね。これなら安心なので、あとは好きな商品を買えば OK です。 ただ、僕も実際に試したんですが、PC サイトからだとポイントバックの表示がなかったので、ちょっとわかりづらかったんですよね。リーベイツの説明によると、その際はリーベイツのトップページから見れる、このストア訪問履歴で確認すればいいみたいです。確かにこのようにね、訪問履歴が残っているので、購入の際はポイント還元があるというわけですね。 で、今回は3354円、税込みで3689円の商品を買ってみました。これですね。買った当時は3%還元だったので、3354円 ×3% イコール101ポイントがもらえていれば OK ということになります。この還元については税抜きでの計算で、また送料やクーポン、ポイント利用などは除くみたいですね。 はい。このように実際に購入をしたら、確かに101ポイントが獲得予定となりました。計算通り3%の還元がもらえましたね。これで楽天リーベイツ経由での購入によるポイント還元は完了です。思ったよりずっと簡単にできましたね。 買った月から翌々月の15日頃の付与予定なので、これは5月に購入したので7月15日に付与予定となりました。 で、楽天ユーザーなら、このポイントが通常ポイントなのか、それとも期間限定ポイントなのかが気になると思いますが、リーベイツで買った分は基本通常ポイントとなるので、今回は通常ポイントのみですね。キャンペーンボーナス等は期間限定ポイントで付与されるみたいですね。 このリーベイツの素晴らしいメリットとしては簡単にポイントの二重取りができることです。例えばユニクロの店舗やオンラインストアで買い物をする際、楽天カード決済なら1%還元のみとなります。 これはいいですよね。一方、リーベイツを経由すると、楽天カード決済の1%に加え、リーベイツでもらえる1%があるので、合計で2%の還元になるというわけです。なので、普段の買い物の際にね、リーベイツが経由できないかを確認するだけで OK なので、手間も大してかかりません。 さらに購入したショップが独自のポイントを付与していればその分ももらえるので30ドリもあり得ます。例えばさっきのアディダスもね独自のポイントがあるのでその分ももらえているわけですね。このようにショッピングの際にリーベイツを経由する機会があれば簡単にポイントの20ドリができるんです。ただ、 ここまで聞いて本当にリーベイツ経由でポイントがもらえるのかまだ不安なところがありますよねそんな方も安心してほしいのがリーベイツにはポイントバックの保証制度がありますこれはリーベイツ経由で買い物をしたにもかかわらずポイントが付与されていなかった場合でもリーベイツからポイントを付与してもらえる制度なんですね例えばどんなケースかというとちょっと読んでみますね まずは購入日から1週間経ってもマイアカウントの獲得予定ポイントにポイントが反映されていない場合。次にリーベイツ経由で買った商品は手元に届いているのにポイントが反映されていない場合。最後に提携ストアのポイント対象外条件を確認した上で買い物をしたのにポイントが反映されていない場合と。これで万が一の際にも安心というわけですね。 はい、これでリーベイツのメリットも OK なので、最後に注意点を含めたデメリットをさっと見ていきましょう。 では、この最後のパートで楽天リーベイツの注意点を含めたデメリットを見ていきます。まあ正直ね、大したデメリットは特にないんですが、まずはこれですね。SPU やお買い物マラソンの対象外。SPU はスーパーポイントアッププログラムのことで、楽天の関連サービスをいろいろ使うことで、楽天市場での還元率が上がる仕組みですね。 また、お買い物マラソンは、キャンペーン期間中に、楽天市場の複数のショップで買い物をすると、こちらも還元率が上がるものです。まあ、楽天ユーザーならね、どちらも馴染み深いものだとは思いますが、これらは楽天市場での買い物で還元率が上がるんですが、リーベイツはあくまで楽天市場の買い物とは別という認識を持っておきましょう。なので、対象外になるというわけですね。 あとはこれですね。他のポイントサイトの方が還元率が高いケースがある。例えば、ポイントサイトだと、このハピタスが有名だと思いますが、本動画の撮影時点では、こちらのビッグカメラ .com での買い物で、リーベイツは1%還元でしたが、ハピタスは2%還元でした。 ポイントサイトはいろいろとあるので、楽天リーベイツが一番還元率が高いとは限らないんですね。まあただ結局楽天ポイントが欲しいなら、リーベイツ以外だと還元レートなどの問題もあるので、それも考えるのがちょっと面倒なんですよね。僕はポイントサイトはリーベイツしか基本使ってないので、まあ割り切ってね、使うのもシンプルでいいと思います。 最後に還元率は時期によって異なる点も見ておきましょうか。例えばこの動画を撮っている時は、こちらのアップルは2%、アディダスは5%還元でしたが、先日はアップルは1%、アディダスは3%還元だったので、還元率は固定されているわけではなく、キャンペーンなどの時期によって変わってくるんですね。 じゃあ、どんなタイミングがいいかというと、一つはこれですね。ちょうどこの動画を撮っているのが、楽天スーパーセールという楽天市場が開催されている大型イベントがありました。楽天市場で3月、6月、9月、12月と3ヶ月に一度あります。で、スーパーセールの時期は、リーベイツも連動して還元率が上がったりといろいろお得になるんですね。あとはこちらのリーベイツフライデー。 これは毎月やるキャンペーンですが還元率が上がりますね。で、こういうイベントは Twitter のリーベイツ公式アカウントや登録したメールアドレスに届くメールで知らせてもらえるので、そのあたりでチェックしておくといいですね。このように各ショップの還元率は時期によっても異なるので、イベントを含めてこまめに見ておきましょう。はい、では今日のまとめです。 楽天リーベイツは楽天ユーザーにはかなりおすすめ楽天市場にないショップやブランドでの買い物をリーベイツ経由で行うだけでポイントがもらえる還元率は時期によっても変わるのでイベントのタイミングなどにチェックしておきましょうはいこんなところですね楽天を普段使っている人はリーベイツは本当に知らないと損なので早速試してみてください またわからないことがあれば YouTube のコメント欄か TwitterInstagram の DM から気軽に聞いてくださいそしてこの動画が役に立ったと思ったら是非いいねを押すのを忘れないでくださいよろしくお願いしますそれでは今日もありがとうございましたバンカーアカデミーではお金に関するさまざまな動画を配信しています役に立ったと思ったら是非チャンネル登録をよろしくお願いします